3HE-4HE 希釈冷凍法水色が 3HE 濃厚症、緑色が気白症にあたる相分離を示す。液体 3HE-4HE の混合物の合図、およそ6.6%の 3HE を 4HE は溶解することができる。3HE-4HE 希釈冷凍法とはヘリウムの2つの同位体。 3HE と 4HE をそれぞれ液化し、3HE 小を 4HE 小に注ぎ希釈する、際の希釈熱を利用する冷却法である、極低温領域での冷却法の一つ、液体ヘリウムの蒸発線熱を使った冷却では、到達できない、さらに低温の冷却を行う、現在 699K9100×100MK 以下の極低温を、 連続的に実現する唯一の方法である。4HE 中への 3HE の溶解度はおよそ6.6%で、ある。極低温では、3HE と 4HE の蒸気圧は異なり、溶媒の 4HE の中から選択的に 3HE を蒸発させることができる。すると、4HE 中の 3HE 濃度が低下するので、4HE は引き続き 3HE を溶解させる。 ことができ、3HE-4HE 混合液が鮮熱を奪い続けて冷却をする。蒸発させた 3HE は回収し液化させた後、再び 4HE に溶解させて繰り返し使うことができる。ヘリウムには 3HE と 4HE が同位体として存在しており、自然界では 4HE が主体であり、3HE はフェルミ粒子であり、4HE は ボース粒子である 4HE は極低音で潮流等を起こす 3HE と 4HE の混合液は6 9 9系9 8 7 0兆 0.87K 以下で多くの 4HE の中に少しの 3HE が混ざった希薄症とほとんどが 3HE の濃厚症とに相分離する 3HE-4HE 希釈冷凍器で最も低温になる部分は混合器と呼ばれ その中では、図のように2章が接している。図で、D 章につながっているパイプの先は分流器と呼ばれる内部に熱交換器を持った部分につながっており、そこは約 699K9800 章 0.8K に保たれている。699K9800 章 0.8K においては 4HE の蒸気圧はほぼ例だが、3HE の蒸気圧は有限であるため、3HE を 選択的に蒸発させることができる。すると、D 小の 3HE 濃度が平行状態より低くなり、3HE は C 小から D 小へ溶解する。この時 C 小と D 小の間のエントロピー差を利用することによって、混合液から熱を奪うことができるのである。このような操作により 699K8100 兆、10MK 程度の極低音を、 連続的に生成することが可能である。ありがとうございます。